皆さんも見よう。岸田さんの隣で村井さんはこういう発言しましたよね。衆議院議員の村井秀樹さんですね。総合支援資金再貸し付けの延長しっかりやっていきますって断言しました。それに関して、まあ、今はこういうことだよっていうリリースが出たんですよね。で、総合支援資金再貸し付けについてはもともと11月末まで申請受付だったものが12月末までの受付期限の延長は行われました。総額については増額はなされておらず、すでに緊急小口資金、総合支援資金合わせて200万借りていらっしゃる方への、追加貸し付けは措置されていません。生活が困窮している方への対策としては、自立支援金という給付金として新たに3ヶ月分の増額が措置されています。総合支援資金の満額借りていらっしゃる方への追加給付という形では今回措置されなかったことについてはご期待に添えませんでしたが、個人事業主の方への資金繰り支援としては、別途、公庫による融資などもございますので、よろしければご相談いただければと思います。追ってお電話にてもご連絡いたします。こういう感じですよね、これ正直。まあ一言で言うとめちゃくちゃ不誠実ですよね。なんか謝ってないよねこれがあるからいいでしょみたいな、あんだけ断言しといてね。で、それってほら結局選挙の票を集めたいから、ああやってね、思わせぶりなこと言って、結局できませんでした、添えませんでした、でも代わりにこれがあるよ、いや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 、200万借りた人が、給付金、自立給付金の方、みんなね、行ければいいんだけど、行けない人ばっかなんですよ。で、実際今回、緩和されたとか、そういう話聞くかもしれないけど、緩和なんてね、ほぼされてないですよ。実際僕のコメント欄でコメントもらったんですけど、ただハロワの手続きがなくなっただけで金銭的な部分は全く一緒ってことなんですよね。だから要は生活保護の申請が通りそうな人、ほぼほぼ通る人じゃないと自立給付金ってないんだよね、受け取れないんだよね。まあ本当になんか自民党は困っている、働く貧困層に給付するつもりはないってことで、もう知らねえよって感じでね、すごいなんかやばいよね自民党って思うんですよね。まあ結局ね、自民党政権の下で生きていくしかないから、まあブーブー言ってもしょうがないんだけど、それに対して国民民主の玉木雄一郎さんとかはまた違ったアプローチして、そっちちょっと希望が見えてくるんで、ちょっと追っていきたいと思います。働く、貧困層にも給付金を野党から要求相次ぐってことなんですけど、まあ現金かクーポンかで今迷走してますよね、18歳以下で。野党からは年収200万以下とされるワーキングプア、働く貧困層にも給付を求める声が相次いだってことなんですけど、それはそうだよねって話じゃない。この人たちが要は今回の総合支援金と緊急小口資金に手が届いたわけで、でも自立給付金には手が届かないんですよね、条件が外れてしまう場合が高いってことなんですよね。で、玉木さんが政府の給付ではコロナで歯を食いしばって頑張っている多くの現役世代を救えないと指摘、もうこの一言につきますよね。で、ツイートでもこう言ってます。今からでも足りないところは補う、急ぎ総合支援資金を3ヶ月分60万追加で認めるべきだ、国民民主の、玉木代表が、まあ、繰り返しになるけど、政府の給付でコロナで歯を食いしばっている頑張っている多くの現役世代を救えないと指摘、本当この通りだと思いますね。玉木さんはまだ諦めてない。もうね、山本太郎とか村井じゃないや高井隆さんとかはもうちょっとね、力がなさすぎるからもうどうしようもできないんだけど、玉木さんだけはまだこうやって言ってくれてるから、なんかちょっとね、期待を持ちたいですよね。これ系の話題っていうのは YouTube で検索するとアンジー社長とシコル秘書に、まあ、たどり着く人が多いと思うんですね。この人の動画1日前が、10万円、3日前も10万円、4日前も10万円、4日前もさらに同じ日に2つあげたのかな、10万円とかすごいんだよね。給付されるよみたいな希望をなんか僕らが見て、え、10万円もらえるのとか、10万円たまんのとか思わせぶりな動画が多いんだよね、この人で。コロナ転用術っていうことで動画作っていて、まあ、全部この専門チャンネルだから、まあ再生数も集めやすいんだよね、僕みたいにいろんなことやってないから。で、総合支援資金も、触れている人なんだけど、はっきり言ってね、この人の動画っていうのは期待を持たせ
るだけで責任は取ってくれないっていうケースが本当に実際あったんでね、そういう声を僕はたくさんの人から聞きました。だから、まあ、この人のねやってるやり方がうんって正直思いますよ僕は。だからといってね別に悪い発信だとかあんまねネガティブなことは言いたくないんですけど、ちょっとこれはねって思うし、だからアンジ社長、シコロ師匠の動画とかこの人がこういう動画を出す意図っていうのを各自がしっかりなんか見極めてもらいたいなって思いますね。で僕は本当のこと真実しか言わないんですけど、でもこの人っていうのはやっぱ思わせぶりが多くて、でそれに対して違うじゃないかってコメントしたら消されたりとかするっていうのが事実なわけで、うん、だからね、この人募金をしたとか、まあ、実際社長っていうなんかこれがねハンドルネームで本当に社長なのかとかわかんないんですけど、うん、ここはちょっとなんかしっかりなんか本質を見る目を持って見てほしいなと思いますね、アンジュ社長の動画に対しては。僕からは以上ですね。どうもありがとうございました。